ウラジロカグレイシャニアッチはシダ植物の一群。シダ類では原始的な群の一つとされる。歯に成長点があり、無限成長できる点が独特である。通常、植物の歯には成長点がないが、この群では歯の先端に成長点があり、次第に新たな右辺を展開していく点が独特である。その形は成長点の止まり方によって多様な形をとる。 大きいものでは数メートルにも達する。放射能は艦隊が斜めに幕点など特殊な面が多く、シダ類では原始的なものと考えられてきた。化石からもその起源が古いことが知られる。常緑性で多年性、地上性のシダ植物。根茎は地表近くを長く捕服し、毛、あるいは毛と輪辺をつける。中心柱は 原生中心柱か環状中心柱。ハは二型にならず、また関節を持たず、毛か毛と臨辺をつける。陽心は、右上腹用のように分子するが、先端に成長点があり、原理的には無限成長することができる。そのため、途中段階では、先端は、また上分子して両側に右辺をつけた形に見える。またよく伸びる種では、全体で何メートルもの長さにも達する。 葉脈は有利している。胞子脳群は葉脈の背に生じ、包み膜を持たない。また、胞子脳の数が少なく、多くても15個ほどで、同時に熟する。胞子脳は、幅の広いようなし型で、柄はなく、艦隊は、完全に胞子脳を一周するものの、縦ではなく、中央を斜め横向きに取り巻く。放脂は、四面体型か左右対称型で、 方子の一つあたりの数が多くて128個以上、多いものでは1000個を超える。全容体は地上製で、扁平の緑色、中央が厚くなる例がある。なお、いずれも生きた株を取ってきての栽培が難しいことが知られている。この軍は、不差し高とともに、起源の古い、原始的な軍と考えられてきた。それ以外の軍では、 井ト本ウカとの関係が指摘されており、分子系統の情報でもこれが指示されている。化石の情報では類似のものが石炭紀初期まで遡ることができる。花としては、ジュラ紀から白亜紀の初期に最も栄え、白亜紀後期には衰え始めたとされる。現在この都ガには山賊が知られる。最も死が多いのは、ウラジロ族で世界の熱帯域を中心に120種。 コシガ族はやはり熱帯域広くあって10種。プラティゾマ族はオーストラリアに一種を有すのみ。最後の族を独立化とする説もあるが、根拠に乏しい。なお、ストロマトプテリスをこのトガに含めたこともある。グレイシャニアーチウラジロカエビー、グレイシャニアーチトラーピコス以下、被災は、種として、岩月編、P78 タムラ P78 西だ。 P70 小田村 P78 岩月編 P78 ありがとうございます。